皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、ここはバリの、泊まっているですね、お部屋の、一番上がこのスタジオのような空間になってますので、スタジオというかルーフトップの何ですかね、まあ、空間になっているので、そこからヨガをお届けできればなと思っています。ちょっとバリの様子ご覧になりますか？今ですね、いるのがこんな感じのですね、お部屋の上の屋上です。すごい気持ちいいですよね。こんな感じでですね、外は何にもなくて、向こうが田んぼで、この下はプールです。で、毎日バリは晴天なので、こんな青空を見ながらですね、1日2本3本ヨガを受けて楽しんでおります。こっちの景色もですね、ちょっと眩しいですね。こっちがこんな感じの田んぼ畑の中にお家がポツポツあるようなエリアです。で、実はここチャングと言われるエリアで、もうかなり開発エリアでして、今じゃもういろんなリゾートが出来上がって、田んぼが常に切り崩されているような感じの場所ではあるのですが、ここで簡単なですね、ヨガを、お伝えできればなと思います。はい。では、早速ですね、動いていきたいと思います。では、四つん這いのポーズから入っていきます。肩の下に、手がついて、手首、足の筒をお尻の間にしまうようにしながら背骨丸めていきます。手でしっかりとマットをして、背中を丸く、顎を胸に近づけます。吸う息が来たら、今度は尾骨を天井に見せながら、ゆっくり、失礼いたしました。画面が暗くなっちゃいましたね。風がですね、すごくて、ごめんなさい。では、吸いながらですね、背中しっかりと反らせていきます。吐く息が来たら背骨丸め。これ自分の呼吸のペースでいいので、私の声に合わせずに気持ちよく、吸う息が来たら背中反らせて、吐く息が来たら背中丸めていきます。ゆっくりと自分の背骨が動いているのを観察しながら動いていきます。はい、では次、真ん中に戻ってきたら動き止めていきます。動き止めた状態で、手をですね、マットの前方について、足の指を立てたらプランクのポーズに入っていきます。で、この時、頭の頭頂からかかとまでがまっすぐ、つま先の真上にかかとが来てるか確認していきます。お腹しっかり引き込んで、次の吐く息、膝、胸、顎の順番でゆっくりとマットに降りていきます。お尻突き上げたまま、足の甲を寝かせたら、次の吸う息、前に少しスライドしながら、コブラのポーズで起き上がっていきます。肘は緩めたままです。肩と耳遠ざけて。では、足の指を立てたら、次の吐く息、お尻を斜め後ろに引いて、ダウンドッグのポーズです。で、今日最初のダウンドッグの方ですね、足を左右にペダリング、膝を曲げたり伸ばしたりして構わないので、しっかりと背骨長く伸びるようにですね、足の裏も緩めていきます。で、この時背骨が丸くなってしまう方がいたら、もうつま先立ちで膝曲げていいです。むしろ曲げてください。もう曲げてもいいので、お尻を斜め後ろに引っ張るように、まずは背骨を長くしていくことを意識していきます。もうこの状態でも大丈夫です。もうこれでも立派なダウンドッグの効果ありますので、この状態でもいい。もう少し余裕がある方だけですね、膝伸ばして、かかとをマットに下ろしていきます。呼吸止めずに、目線は足の親指と親指を鼻筋から見るように見ていきます。頑張ってですね、頭こう覗き込んだりしなくていいので、首の後ろも長く伸ばした状態で、目線を親指と親指の間に向けていきます。では、次の吐く息が来たら、膝曲げて目線手と手の間、吸いながら足を一歩ずつ、もしくは何歩かで歩かせて、前に進んだら吸って背筋長く伸ばしていきます。で、この時も、
膝の上、太もものところに手ついてもいいし、マットに手つく方はついてもいいですが、背中をまずは長く伸ばしていきます。では次の吐く息、膝曲げていいので、足と太もも、べったり、足と太ももじゃないです。お腹と太ももくっつけて脱力して前屈です。次の吸う息が来たら、ゆっくりと上体を起こし、両手高く持ち上げて、目線も手と手の間、上を見上げていきます。肩の力緩め。吐いて、胸の前で合掌です。呼吸整えていきます。では吸って、もう一度両手高く持ち上げて胸広げ、吐く息、足の付け根からゆっくりと前屈していきます。吸って、背骨を長く伸ばして、吐く息が来たら両手マットに下ろしたら足一歩ずつ後ろに引いてプランクのポーズ。で、このまま、さっきと同様に、膝、胸、顎でもいいし、チャトランガ挑戦したい方は、肘を90度に曲げて、チャトランガ。そのまま一度胸をマットへ下ろしたら、足の甲を寝かせて、前にスライドして、コブラのポーズで起き上がっていきます。足の指を立てたら、次の吐く息、足を後ろに、お尻を後ろに引きながら、ダウンドッグのポーズです。手のひらしっかりと広げ、呼吸を繰り返していきます。はい、では次の吐く息が来たら、つま先立ちになって目線、手と手の間、ゆっくりと足を前に歩かせて、吸ってハーフアップで起き上がります。背骨長く伸ばし、吐く息が来たら足の付け根から前屈です。では吸いながら両膝伸ばし、両手高く持ち上げて、吐いて胸の前で合掌して呼吸整えていきます。ではここから少し動きを変えていきますが、それではですね、頭の後ろに指同士組んで、軽く手を添えていきます。押さなくていいので、軽く添えるぐらいで大丈夫。では、次の吸い息、まず、ゆっくりとつま先立ちになっていきます。これ、バランスポーズですね。足腰幅ぐらいに開いてしまって大丈夫。まずは、つま先立ちになっていきます。お腹しっかり引き込んで。では、次の吐く息、お尻真下に下ろしながら、ゆっくりとしゃがんでいきます。つま先立ちしたまま、お尻を真下に下ろしていきます。背骨丸まらないように。背骨立てた状態で、かかとにお尻預けていきます。バランスをとっていきます。では次の吐く息が来たら、かかとをマットに下ろしながら、肘、ゆっくりと寄せ合って背骨丸めていきます。頭も膝に近づけて。もう一度吸う息が来たら、背骨を立てて、肘、横に広げ、つま先立ちに戻っていきます。かかとの上にお尻を下ろして、胸広げて、バランス取りますね。呼吸整えます。ではこのままつま先立ち維持したまま、次の吸う息が来たら、ゆっくりと上体起こしていきます。ちょっとバランス崩しますね。崩しても何度もチャレンジしていきます。つま先立ちのまま、次の吐く息が来たらかかとマットへ下ろしていきます。あと1回繰り返します。もう一度吸って、つま先立ちになってから吐く息、つま先立てたままゆっくりとお尻を真下へ下ろしていきます。吐く息、かかと預けて背骨丸くしていきます。もう一度吸って、肘を外に広げ、背骨を立てて、つま先立ち。もう一度吸う息が来たら、ゆっくりとお尻持ち上げて、立ち上がっていきます。吐く息が来たら、かかとをマットへ下ろして、手を真横へ下ろしたら、一度呼吸整えていきます。ではもう一度ですね、マットの前方にいない方はマットの前方に立ち直して、
次の吸う息、両手高く持ち上げて、吐く息、ゆっくりと足の付け根から前屈です。吸って背骨長く伸ばし、吐く息が来たら手をマットに下ろし、足を一歩ずつ引いてプランクのポーズ。吐く息、膝、胸、顎でもいいし、そのままチャトランガで胸を下ろしていきます。足の甲を寝かせたら吸って、コブラのポーズで胸広げ、つま先立ちになって次の吐く息、お尻斜め後ろに引いてダウンドッグです。手でしっかりとマットをして、お尻斜め後ろへと引っ張り上げていきます。それでは次の吸う息が来たら右足を後ろに蹴り上げて吐く息、膝を鼻に近づけながら重心前へと移動していきます。肩が手首の上まで来たら手と手の間に足を着地させて次の吸う息、ハイランジで起き上がっていきます。吐いて腰を真下に落として踏み込み深め、できれば前の足90度開いて曲げていきます。後ろの膝もしっかりと伸ばし続けていきます。余裕があれば次の吐く息、肘を外に広げながら肩甲骨引き寄せていきます。吸って両手高く持ち上げて、吐いて肘を寄せ合って、吸って吐いて両手マット、後ろに足を引いてもう一度ダウンドッグです。では次の吸う息が来たら今度逆側です。吸って左足後ろに蹴り上げて、吐きながら膝をなるべく鼻に近づけて前に重心移動したら手と手の間に着地。吸って両手高く持ち上げ上体を起こしていきます。吐いて腰を真下に落とすように踏み込み深めていきます。足前の足は90度、後ろの足ピンと伸ばして、吐いて肘を曲げながら肩甲骨寄せ合っていきます。吸って両手高く持ち上げて、吐いて肩甲骨しっかり内側に寄せていきます。吸って吐いて両手マットに下ろしたら足を後ろに引いてダウンドッグのポーズに戻っていきます。それでは次の吐く息、膝をマットに下ろしたらお尻かかとに預けてチャイルドポーズでお休みしていきます。お尻ゆらゆら揺らした方、揺らして力を緩めていきます。それでは次の吸う息、両手を自分の方に歩かせながらゆっくり上体を起こして、そのままお尻をマットに預けたら膝を立てた状態でうつ伏せじゃないです、仰向けになっていきます。では右の足を左に引っ掛けて、そのままですね、一度お尻持ち上げて右側に突き直していきます。少しマットの横側に、右側ですね、お尻を突き直したら次の吐く息、そのまま膝を、左に倒して、完全に倒しきったら右の胸を開いて、目線も向けられれば右側に向けていきます。ねじりがきつすぎたらですね、顔は真正面でも大丈夫です。自分が気持ちいいなと思うところに頭を傾けていきます。今ねじれてるところにもお腹にも呼吸を送り続けて、息を吐くたびに体の力が緩んでねじりが深まっていくのを感じていきます。それでは次の吸う息が来たらゆっくりと膝を正面に戻して足組み替えていきます。今度は左足を引っ掛けて、お尻を左側に少しスライドしてから右側に足を倒していきます。
倒しきったら、今度は左の胸を開いて、目線も向けられれば左側に向けていきます。足の指先や手の指先も全部の力を抜いて、完全に脱力してねじりを深めていきます。それでは次の吸う息が来たら、ゆっくりと膝を正面に戻して、足を解放したら、両膝自分の方に引き寄せて、ハッピーベイビーでもいいし、膝抱えるだけでもどちらでもいいので、そのまま完全に力緩めながら、左右に揺れたい方はゆらゆら揺れていきます。頭は脱力して、ではゆっくりと足を解放したら、そのまま両膝伸ばし、最後のポーズ、シャバーサナのポーズに入っていきます。足を少し揺らしたい方、ゆらゆらゆらして、足の付け根から脱力していきます。手のひら少し、手の甲ですね、手の甲を少し自分から遠いところにつくように手を伸ばし、肩の力を緩め、胸を広げ、腕も脱力していきます。頭左右にゆらゆら揺らしたい方は揺らして、首周りの力も全部脱力です。ではゆっくりと動きを止めて、あと数分だけですね。完全に力を抜いて、自分がしたい呼吸をただただ繰り返していきます。この時間に何か頭に考え事や気になることが浮かんできても、息を吐くと同時にその感覚、思考も手放していきます。それでは今のタイミングで起き上がりたい方だけ、手の指や足の指を動かして、頭も少し左右にコロンコロンと転がして、体の感覚を起こしていきます。では足伸ばしたまま足くっつけて、頭の先で指先組んだら、手のひらを返して、次の吸う息、体を縦に長く伸ばしていきます。伸びて伸びて伸びて、口から吐いて脱力です。ではゆっくりと両膝を立てたら、右側にコロンと転がって、体丸く小さくしていきます。ではゆっくりと手でマットをしながら、上体を起こしてマットの上に座っていきます。マットの上に座れた方から、顔の前で手のひら同士こすり合わせて、手を温かくしていきます。
手が十分に温かくなったら、目の上に優しく手のひら重ね、目の奥、目の周りで手の温かさを感じていきます。では、ゆっくりと手のひらを目から離し、まばたきをして、手のひらぼんやりと見つめ、そのまま温かくなった手のひらで自分の体をマッサージするように全身触っていきます。足の指まで触れたら胸の前で手のひら合わせ、今日もこうしてヨガをする時間があること、ヨガができる心と体があること、そしてヨガをしようと思った自分に感謝をして、今日の時間も終わりたいと思います。一緒にヨガをしてくださいましてありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日のちょっと動いたヨガはどうでしたでしょうか。私今髪の毛ボサボサですかね。ああ、ここはすごく自然の風が抜ける場所で気持ちよかったんですが、皆さんも少しでも体が気持ちよく動けたなと思う方がいたら嬉しく思います。YouTube の方もですね、アップロードしたいと思いつつも、なかなか編集する時間がなく、アップロードしてませんが、またいつか、いつになるか分かりませんが、また YouTube 上げたときはぜひぜひご覧ください。そして、こういった少し動いて、リラックスするですね、夜ヨガもですね、毎週2日、火曜日、木曜日にオンラインレッスンしてたりとか、あとですね、月に2、3回は東京や神奈川でも、対面レッスンもしてますので、よかったらそちらの方にも遊びに来てください。はい、では、よかった、このチャンネルをいいなと思ったらですね、ぜひチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。